どうも、宇宙ヤバイチャンネル中の人のキャベツです。今回は太陽系の近くで宇宙の超巨大空洞を新発見というテーマで動画をお送りしていきたいと思います。宇宙の超巨大空洞、 ESA が打ち上げた宇宙観測衛星ガイアは、天の川銀河に存在する星々一つ一つの正確な位置や速度などのデータを観測によって得ることで、天の川銀河の全貌や歴史を理解することを目的としています。ガイアの活躍は目覚ましく、これまでも天の川銀河内でいくつもの新構造やその歴史にまつわる新事実を発見し、当宇宙ヤバイチャンネルでもその功績を何度も紹介してきました。そんなガイアは、なんと恒星だけではなく、宇宙に存在する分子雲と呼ばれる低温で暗い塵の雲まで観測することができるそうです。恒星間空間には一見何もないように見えて、実はこういった塵の雲というのが存在していたりします。これまでは分子雲の地球からの正確な距離までは理解することができませんでしたが、今回の研究では 99% の精度でその距離まで理解し、初めて分子雲の正確な三次元的な分布を理解することに成功しました。本当にすごい観測技術です。そうして得られた分子雲のデータによって、ペルセウス座と牡牛座の方向にある分子雲に囲まれた領域に、直径が500光年にもなる分子雲の巨大な空洞が新たに発見されました。英語ではペルタウシェルというふうに呼ばれているようですが、この動画では新発見の空洞というふうに呼ばせていただきます。新発見の空洞内では、通常であれば存在する分子雲がほとんど存在していないようです。空洞はなぜできたのか。ハーバード・スミソニアン天体物理学センターの研究チームは、新発見の空洞は今から約1000万年前に起きた一度の超新星爆発によって形成されたか、もしくは600万年から2200万年前の間に起きた複数の超新星によって徐々に形成されたというふうに考えています。この道、原因は強力な超新星であり、それによって発生した衝撃波によって星間物質が吹き飛ばされ、空洞の表面に押し出されているようです。その結果、空洞の表面に形成されたのがペルセウス座と牡牛座の分子雲というわけです。ちなみに、このシミュレーションの矢印の黄色い矢印の方向に太陽が存在します。これまでこれらの分子雲は独立した存在であると考えられてきましたが、今回の研究によって同じ現象によって同時に発生した非常に関連の深い構造であるということが判明しました。現在では新発見の空洞の膨張は止まっているようです。空洞の表面での星形成、先日の通り新発見の空洞の表面では、かつて空洞の中心部で発生した超新星によって吹き飛ばされた分子雲が押し出されて高密度になっています。ここで太陽のような恒星という天体は、中心部が高温高圧になり核融合反応が始まるほどガスが高密度に集まると形成される天体であるというふうに考えられています。つまり空洞の表面では星が形成されやすい環境となっているわけです。研究者によると、空洞の表面では実際に数百もの星々が現在進行形で形成されているか、もしくはすでに存在しているようです。新発見の空洞は星の死によってまた別の星々が誕生する可能性を実際に私たちに示してくれているわけです。超空洞、ボイド、今回の本題と直接関係があるわけではないですが、宇宙の空洞という表現からボイドを連想した方もいるのではないでしょうか。ボイドの直径は数億光年単位ということで、今回の本題とは桁違いに巨大な虚無空間となります。では、宇宙の構造を簡単におさらいしていきたいと思います。まず地球があり、太陽系があり、そして太陽系は近所の星々の中にあり、
そういった近所の星々は天の川銀河の全体のほんの一部でしかありません。そして天の川銀河は、極部銀河群、英語で言うとローカルグループという重力的に結びついた 40-50 個程度の銀河の集団の一つに過ぎず、そういった極部銀河群も、お米座超銀河団という銀河、超銀河団ですね、そういった構造の一部に過ぎません。で、そういった超銀河団なんかもさらに巨大な構造の一部に過ぎず、で、さらに拡大していくと宇宙全体、観測可能な宇宙全体が見えてくるという感じです。で、宇宙というのは数億光年以上という非常にマクロなスケールで見ると、銀河が集まった領域と何もない場所ではっきりと分かれて分布しているということが分かっています。銀河が高密度で集まった領域が何もない空間を網目状のような構造で包み込んでいるという構造になっています。この銀河が集まった網目の部分が銀河フィラメント、そして何もない巨大空間がボイドというふうに呼ばれています。そしてこのようなマクロなスケールでの宇宙の網目状の構造を宇宙の大規模構造というふうに呼びます。ボイドでは超低密度の領域がなんと直径数億光年という想像を絶するほど広い範囲で広がっています。しかし宇宙はなぜこのような構造をするのでしょうか。それは現在のところ宇宙が誕生した頃に起こった密度揺らぎが原因であるというふうに考えられています。密度揺らぎとは物質の密度の裏のことです。最初期の宇宙では物質がほぼ均質に存在していたものの、わずかな密度の裏があったと考えられています。密度のムラは重力の不安定性を生み、密度が高く質量がわずかに大きい領域に向かって物質はゆっくりと引き寄せられていきます。すると重力の不安定性もさらに高くなります。それが繰り返されることによって高密度の領域に物質が集まり、低密度の領域はさらに物質が少なく、現在のボイドのような空間が形成されたというふうに考えられています。補足ですが、今回の本題の新発見の空洞とボイドではそのスケールも形成メカニズムも全く異なります。また前者では分子運が存在しないだけで構成は存在しますが、後者では物質も何もかも存在しない究極の虚無空間となります。全く異なる構造であるということは伝えた上で、こちらも面白い話題なのでまとめて紹介させていただきました。はい、ということで今回の動画は以上になります。この宇宙ヤバイチャンネルではこういった宇宙系の最新ニュースなど宇宙関連の動画を日々投稿しています。なのでぜひ宇宙に興味がある方はチャンネル登録をお願いします。それでは中の人のキャベツでした。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。新設の生物ヤバイチャンネルでは、僕キャベツが最近興味を持っている生物分野のニュースや面白い話を投稿しています。こちらの宇宙ヤバイチャンネルとともに更新を頑張っていくので、ぜひ動画の概要欄からチャンネル登録をお願いします。